皆さんこんにちは。大島クッキングのチャオです。今日は中国のニンニクの甘酢漬けの方法でラキョウを漬けてみます。新鮮な土漬けのラキョウ1キロ買ってきました。大きいボウルに入れてたっぷりの水を注いでください。表面についた土を1個ずつ洗い落としてください。量が多い場合はラキョウを何回かに分けて作業してください。両手で揉みながら洗い、薄皮も剥いていきましょう。2、3個くっついているカブは手でバラバラに分けてください。途中水替えか、あるいは直接水道水を流しながら洗ってください。一度洗い水を捨てて、根元の部分に土が少し残っても大丈夫です。次のステップに入りましょう。ラキョウの先端と根元を1個ずつ切り落としてください。全部処理したらもう一度洗って水気を取っておいてください。処理した後のラキョウを測ってから塩をかけてください。塩の分量の目安はラキョウの重さの 5% 程度が適量です。全体にしっかり混ぜ合わせてください。ラップをかけて冷蔵庫で2日間ほど漬けておいて、辛みをある程度取ってください。2日後、塩漬けしたら今日から汁がいっぱい出てきました。その汁を捨てて流水でしっかり流し洗っておいてください。鍋の水を沸騰させたら、ラキョウを入れて全体をお湯に浸して10秒ほど待ったらすぐ火を止めてください。一旦取り出してください。ザルにあげて、風通しの良い日陰の場所に置いて水気を切っておいてください。さっと湯通しすることでラキョウの辛みを軽減する効果があります。待つ間に漬け汁を用意しましょう。鍋に黒砂糖 360g、 砂糖 4.2% の穀物酢 200ml、 水 900ml と塩 60g を入れて強火にかけてください。かき混ぜながら砂糖と塩が完全に溶けるまで茹でたら、火から下ろして冷ましておいてください。あらかじめ煮沸消毒したガラス瓶にお酒を大さじ1をかけたら、水気を切ったラキョウを入れてください。そして完全に冷ました漬け汁をラキョウ全体が十分浸るまで注ぎ入れてください。密封して冷暗所で保存しておいてください。作ってから1ヶ月ほど染み込んで、味をよくなじませると美味しいです。漬け上がったら密封して冷蔵庫に入れておけば、1年はシャキシャキとした美味しい甘酢漬けがいただけます。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も楽しみに。